よおい、年とこのママってどれだよ。来てないよ。だっせー、お前んとこだけだぜ、親が来てないの。かわいそうに。僕は木田としたか。僕のママは学校行事に参加したことなんか一度もなかった。私の朝は午前4時から始まる。パン屋さんに新聞配達、スーパーのレジに経理事務、夜はスナックと工事現場の誘導警備で深夜まで働き詰めだ。目の回るような忙しい日々。主人に先立たれてしまった私はそれまでずっと専業主婦。社会人経験もなかったため、なかなか定職に就くことができず、日々の生活を送るだけで精一杯の貧乏生活。ありがとうございました。だけど生活費はもちろん、息子の年高の給食費に教材費、それに高校や大学進学のことなどを考えると、息子の将来のために少しでも蓄えを残しておきたかった。それで私は現在バイトを8つも掛け持ちしているのだ。そんなわけで家には 2,3 時間睡眠をとるだけに帰るような生活がここ最近続いていた。ママ。休日は週に1回あるかないか。じゃあこれでお弁当を買って食べなさい。うん。おらい。おらい。私は女手一つで息子を育てるために必死だったのだ。そんなある日。もう嫌だよ。としたかが突然怒り出した。みんなのママは、みんなのママは授業参観に来てくれるのに、ママは授業参観も運動会も学習発表会も来なかったじゃないか。一日家を空けることも多い私は、きっと年高に寂しい思いをさせていたのだ。ママのバカ、一日くらい休みを取ってくれてもいいじゃないか。だってしょうがないでしょ。私だって一生懸命。寝不足でストレスの溜まっていた私は、つい年高と口論をしてしまった。うるさい。いつもご飯だってコンビニのおにぎりじゃないか。学校で笑われるんだぞ。貧乏の上に僕のママはろくでなしだって。本当にそうじゃないか。僕だって普通のママが良かったんだ。だいたいママは私だって好きで、こんな年高に好き放題まくし立てられて、私は我慢の限界が来ていた。私はだけどその時、来てよ。え、次は絶対に来て。年高は1枚のプリントを取り出した。親子レク？うん、保護者参加なんだ。だからそこで私は我に返った。そうよね、年高はまだ4年生。年高だって寂しいのよね。年高にいろいろと我慢させているのは本当のことだ。だから分かった、分かったわ。ママ絶対に行く。本当？私は年高と約束をした。せめてもの罪滅ぼしになればと思ったのだ。翌日、バイト先すべてに掛け合ってシフトの都合をつけてもらった。すみません、この日は。ああそう、じゃあ他の日に振り返ってもらうからな。私は年高と親子レクに参加するために、これまでにも増してバイト付けの毎日を送った。どうせお前の母ちゃんは今日も来ねえんだろ。ん？今日はママが来るんだ。だけど佐々木さんが交通事故？ああすまない、どうしても人手が足りなくて。一番よくしてくれているバイト先の社員さんだった。でも今日は。すまない、正社員登用の件前向きに検討するからさ、どうにかお願いするよ。そして結局私は年高との約束を破ることになってしまった。ちょっと働きすぎね。私は疲労困憊だった。さすがにここ最近の激務が体に応えているようだ。だけどちゃんと年高に謝らないと。家のドアを開けると玄関に年高が立っていた。ごめんなさい年高、これには事情があって。うるさい。案の定年高はカンカンだった。
つき、ママは僕のことなんてどうでもいいと思ってるんだ。そんなことないわよ。私はあなたのために。またしてもトシタカと口論になってしまったのだ。そして次の瞬間。そんなの本当のママのはずがない。家にほとんど帰ってこないなんて本当のママのはずがないんだ。あんたは僕のママじゃない。え、本当のママじゃない。その言葉を聞いた瞬間、私の中の何かが切れた。ふん、これでママだって反省するはずさ。その通りよ。え、私は吹っ切れた。私は本当にあなたの母親じゃないの。これで満足？だから今日でママごっこはおしまいね。え、いや、え、あなたが赤ちゃんの頃に私が引き取ったのよ。本当の母親はあなたを育てられない理由があったの。だから私は本当の母親だと偽ってあなたを育ててきたのよ。ずっと隠していた真実が咳を切ったように私の口から溢れ出た。今まで隠していてごめんなさいね。でもおかげですっきりしたわ。ママ本当なの？本当よ。 DNA 検査で証明してもいいわ。え、次の日、僕には本当のママがいなかったんだ。ママだと思っていた人はママじゃなかった。あの思い出も。トシタカ、ママ待ってよ。この思い出も。ママ、あなたのために一生懸命願掛けをしてきたんだから。ママ全部嘘っぱちだったんだ。僕は溢れる涙を我慢することができなかった。そういやさ、トシタカ、この前のレクもお前のママ来なかったけどさ、お前のママって実在するのかよ。え、ママがいるなんて嘘っぱちなんじゃねえの。うるさい、うるさい。僕は我を忘れてしまった。その日、バイト中に私は学校に呼び出された。はい、はい、すみません。こんなことは今まで一度もなかった。トシタカ、あなたすりむいているじゃない。それからの日々は最低だった。僕の心にはぽっかりと穴が開いたようだ。このママは本当のママじゃないんだ。あれ以来、僕は家を出て一人暮らしをすることばかり考えるようになった。そして数日が経ったある日。見つけたよ。本当ですか？僕は町の便利屋さんに本当のママを探してもらうように依頼していたのだ。そして僕はすぐに家を出た。一枚の書き置きを残して。すごい大荷物だな。どこかに行くのかい？ええ、ちょっと。僕はアントンさんに連れられて本当のママの元へ向かった。本当のママはどんな人なんだろう。そして。ここだ。え、僕は言葉を失った。これが僕のママ？そう、僕の本当のママはすでに亡くなっていたんだ。それこそが僕を育てられなかった理由。ママ、僕の本当の名字は青峰だった。だけど分かったのはそれだけ。見たことも会ったこともない人のお墓があるだけだ。大丈夫かい？はい。僕はもっと虚しくなった。この世界に僕のママはいなかったんだ。もう行こう。これから僕は一人で生きていくつもりだった。その時、いつか偽のママにもらったお守りが落ちて。え、倒れた？アントンさんの携帯に他の便利屋の方から連絡が入ったみたいだ。どうやら偽のママが倒れたとのことだった。ママ過労だった。
働きすぎたんだ。偽のママはベッドで意識を失っていた。だけどその時僕は気がついた。朝も夜も働いていたのは僕のためじゃないか。血がつながっていないのにあんなに身を削って僕を育ててくれた。それなのに僕はひどいことを。その時、どうしたか？ママの意識が戻って、あなたには幸せになってほしかったの。ごめんね、あの時はつい勢いで言ってしまったけど、本当は隠し通すつもりだった。ママが亡くなっているなんて知ったらショックを受けると思って。あなたの本当のママはね、私の小さい頃からの親友だったの。でもあなたが生まれてすぐに亡くなってしまった。亡くなる直前にね、頼まれたの、あなたのことを。彼女には旦那さんも両親もいなくて、他に頼れる人がいなかったのよ。最初は私も親友への義理であなたを引き取ったわ。でも本当は血のつながらないあなたと一緒に暮らしていけるか不安だった。その後すぐに私の主人も亡くなってしまったから。だけどね、あなたと生活するうちにあなたに本当の愛情を注いでいる自分に気がついたの。母親としてね。ママ。あなたと過ごした日々は幸せだったわ。ママ、一人にしないでよ。これからも一緒だよ。ママとやりたいことも行きたい場所だってまだまだたくさんあるんだ。大きくなったら僕も働くから、ママのお手伝いをするよ。だから。そして、あ、トシタカじゃん。あ、てかそれ誰だよ。ママだよ。ママはあの後無事に回復した。そしてママは正社員になって、バイトも掛け持ちしなくてよくなったんだ。トシタカのことをよろしくね。僕たちは本当の親子じゃないけど、誰よりも強い絆で結ばれている。今ではママが僕のママでよかったって心から思ってるんだ。